この動画が表示されたら、金運アップ、大国主神社、で最強の金運、縁結びのご利益をいただく。大国主神社は、敷津松の宮の境内にある関社で、大国主の御子と、スサノオの御子と、をご祭神としています。金運や福徳開運、縁結びの神様で、大阪の中でも金運アップのご利益で有名で、傷の大黒さんと呼ばれ信仰されています。特に、種銭というお守りを持っていると嬉しい収入や宝くじに当選しやすいという話があります。社殿前では狛犬ならぬ、可愛い狛ネズミが米俵と打ち出の小槌を持っています。昔、大国主の御事が火に囲まれてしまった時にネズミが地下の洞穴に誘導し、命を救ったという伝説があります。そこで大国主神社ではネズミが神の使いとして鎮座するようになりました。社殿には大きく、大黒様、と書かれていて、中には木彫りの大黒さんが鎮座しています。木彫りとしては日本一の大きさだそうです。人気の種銭は、中に福神金像とお金が入っていて、種銭は自分の仲間、お金、を呼び込んでくれると言い伝えられています。これを財布や金庫など、お金が集まる場所に入れておくと、お金が増えるそうです。宝くじ当選や金運アップ、商売繁盛にもご利益があるそうです。また、金運以外にも、大国主の御事は多くの女神と子供をたくさん設けていることから、縁結びのご利益があるともされています。大国主神社のパワーがいただけますように。